こういう感じでバス、うん、バスって、まあ、ここのバスがどういう感じなのかとかさ、まあ普通にやってて、ああこんな感じだ、大丈夫、あのわざわざ見せなくて大丈夫、あのこんな風にやってるっていうだけで、へえ、あでこれがこれはですね、うん、地図出てね、あこれから番号、番号は番号列車番号とか、あの名前でも検索できるよね、名前でも検索で、うん、これを地図に、うんうん、見せてくるんですよ、うん、あなるほどね、あでこれが地図で動いてると、で今どこにバスがいると、ここに走ってる、うん、系統番号とかでね、そういうんで、うん、で音声でも今検索できるですね、うんうん、17ただ、うんうん、これまあ Google あれだよね、ベースにしてるよね、うん、な地図は Google ですけど、ね、うん、いやそれはそれでいいよね、うん、使わなきゃね、うん、うん、そうですよ、これは自分はよくなんか、うん、利用することは決めておいて、うん、ポンと押してたら、うん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 、フェイバリットがあるんですね、バス、うん、気に入りのところがっている、うん、簡単ですよ、間違い方も本当だね、シンプルなので、うんうん、あで今そこだよと、ここなるほど、うん、系統番、まああのというかどっからどこに行きたいっていうのももちろんもちろんできるよね、当たり前、うん、料金とかも出る、料金までは出てないんですけど、ね、あ出てない、うん、それも多分そこ出てると思うんですよ、こっちの料金、バスの料金ってやっぱ距離によるの、いや違います、決めてますよ、決まってる、うん、じゃあ一つに乗って降りるまでいくら、うん、あの全部決めてます、均一っていうことね、うんうん、まあそれなら料金だよね、なるほど、約料金はあまり気にしないんですね、うん、でもこっちがカードを持ってるから、カードはいいって言ってます、はい、なるほど、いや面白いね、うん、もう徹底的にあの IT で IT 化で動いてるから、うん、ね、うん、ここであ今そこにいますよってね、うん、それは目の前では動かないでやっぱり